はぁ、きたぁ、いっぱい、あっしゃいしゃい、大地がすごいことだ。デブのゴブリンとゴボウのゴブリン、ご主人様のために押してるんでございます。ちゃんと映しなさいよ。映すバカ ね、そんな状態で映らないわけない。はい、皆さんこんにちは。じゃあちょっとね、オープニングの方がね、はい、真面目急ごうということで、はい、バタバタしたね、でもよかったよ。で急いでよかったっすね、うん、急いだ価値がありました。急いだ価値がありました。素晴らしいんですよ。今期もやっぱりサポるのよ。ドゥエジさんまだ来てないよね。メールが届かないのよ。待ってんだけど、ずっと泳いできてんのかな、メールが、うん、ドゥエジさんそれとお知らせがあります、はい、SNS ではね、yes. もうすでに告知しておりますけど、はい、まあ、アングラーズ T シャツっていうね、うん、リルレの T シャツ、今現在絶賛販売中でございます。こちらね、あの概要欄にリンク貼ってきますんで、はい、まあ、気になる方は覗いてみてください。ということで本編の方、はい、勝手にサポッティ、こう右と左がこうこうこう、右と左がこうこう、右と はい、皆さんおはようございます。はい、塩すり青利休のね、ロングキャストスロー、こちらからやっていきたいと思います。朝真面目、僕はワンダから狙ってみますよ。ちょっとね、あの打ちたいポイント、まだ若干潮が高くて入れなかったんですよね。反対側のね、対岸の磯場に来ております。はい、じゃあおはようございます。真面目にやってきております。まだ暗いんでね、モンスターマスターかな、ダートマスターので、うん、このままで行きましょう。さあ、1投目流れてまいりました。さあ、久しぶりのね、2人での調校なんでね、ビシッとここで釣っていきたいです。本当はね、ちょっと遠出しようとか思ったんだけどね、長崎で一回様子見ようと、うん、そういうことになって、じゃあ、ちょっとね、市内に。吉野いいんじゃない？うん、トマトかな？1投目だからね、いいかもしれないよ。お、来たー、1投目来たー、来たー、やったー、マーク来たそうですよ。皆さんちょっと待ってくださいね。行く行く行く、行っちゃう行っちゃうから、ちょっと待って。1投目だったね、やっぱ来たね。潮いいって言ったもんね、言ったでしょ1投目だからすごいじゃない。いや、喋ってたから、こうカメラに向かって。あ、そう、カメラに向かってってか、塩いいんじゃないって。あ、よかった。あ、なんか、いいんじゃないって言ってて。いいじゃない、いいじゃない、いいじゃない。マー君さすがじゃない。どう、うわ、いいいいいい、夏イカ、どう、いい、イカ持ちしてもらって。1回いいんですか。1回、あれ、よいしょよいしょ。あ、ちょっと待って、 200g 減った。ダイエットがすごいことになってる。どう？いやいいいいいい、超いい、いい、夏イカっぽい。キョン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 、って言って。営業の説明をお願いします。あ、まだね、真面目の暗いうちなんで、うん、オレンジ系とかゴールド系よりモンスターマスターですね。うん、モンスターマスター、ちょっとダ ー、うん、ダートマスターのモンスターマスターですね。いやいい、サポるね。あざます。今期もサポるじゃない。まだメールは来てないんだけど、サポるまだサーバーで止まってるんじゃないかな。サーバーが意地悪してるんじゃないかなって。サーバーが意地悪してるんじゃないかなって。はい、行っちゃいます。せい、若干ね、左に投げてるんでね、あの流れてるんで、左側に、潮神の方に、潮神の方にエギをキャストしていくっていう形ですよね。潮をバチッと噛ませて、エギをコントロールするっていう。え、焼いてないこれ。違うね。はい、違いました。こう夏はね、二枚塩っつってね、こう潮がね、底と表層とこう、流れが違うパターンがあるんですよね。夏特有。こう気温の変化でね、上潮がバーって流れるみたい。すごいね、自然って。リアイソで。リアイソです。鉄板ですね。もう明るくなってくるんで。
おい、来たー、来たー、おい、ちゃんと来た。リアイソで来た、リアイソで。ゆうたろがリアイソ。変えたらちゃんと来た。よかったー。やっぱりリアイソなんですよね。この明るさで調節するのがいいのかもしれないですね。マズメとかはですね。ダートマスターはダートマスターですから。まあまあでかいね。モンゴーモンゴーちゃんですね。うわ、なんかすごい赤々してません？皆さん、これ。怖いですよね。なんかこんな、初めて見た色。すごい。怖い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 。ポイント移動してきました。はい。久しぶりじゃないですか。はい、久しぶりですね。風がちょっとありますね。ちょっと吹いてきましたね。さっきに比べたら。はい。ちょこちょこ上がってるね。まあ、炭屋とかですね。はいはいはい。うん。いいね、ちょっと、調査に。調査ね。はい。イカリア？ゴブリンが今から釣るそうです。ゴブリンはどっちかって言ったらあんたやろ。私もあんたもどっちもゴブリン。デブのゴブリンとゴボウのゴブリン。どういうゴブリンなのか、多分おのおののゴブリンがあるやん。うん、あるある。俺が思い描いてるゴブリンは、うん、ハリーポッターのゴブリン、ホビーみたいな。ホビー、そう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 。ご主人様のために押してるんでございます。ご主人様のために押してるんでございます。ハゲてるわね。どこがよ、帽子かぶってるじゃない。後ろがよ、あんた見てる。あら、ここ見てください。ここ T ゾーン？T ゾーン？やめなさいよ。恥ずかしいわよ。私映ってないでしょ、あんた。映ってるわよ、あんた。ちゃんと映しなさいよ。映し、バカね。そんな図体で映らないわけないじゃんでしょ。バカじゃないの。どう考えても。デブじゃないの。顔もデブよ。デブ、そう。もう間違いじゃないわよ、何も。すごい。100点満点。今ですね、はい、まあ、年齢を重ねまして、はい、まあ、体もね、ちょっとパキパキになってきたよねっていう話をしてたんですけど、うん、なってます。やっぱ肩こりひどい。すごい。体中？体もうすごい。ああ、もうバキバキ。若い頃は分かんなかったけど、うん、入浴剤とか、うん、まあ匂いが違うかなぐらいかなって思ったけど、つむら、つむらのやつポッポなって、うん、そこで足の裏とか揉んだらもうかかとパンパンなくせに、お餅やんぐらいなるから。耳がここカッチカチになってる時、こういう時疲れ、皆さん耳がこうして、耳こうして、うわ、カッターっていう時は皆さん疲れてる時だから。あ、そうなの？あ、そういうこと、そうです。そうですか？うん。あんただけじゃない。え？はい、お疲れ様です。いやいや、よかったし。いや、おめでとうございます。さすがなんですよ。僕も坊主じゃないんで、皆さん。脳幹ではあるけども、どうだ？まあよかった、マー君でも。ああ、よかった、ね、1投目やったよね。1投目やったっす。まだちょっと暗い時だったんでね、うんうん、モンスターマスターうーんで攻めたらもう一撃、まあ、素晴らしい、うん、サポッティング成功ということで成功しましたよ皆さん。これが、うん、マー君です。マー君です。ということで、うん、マー君、まあ、今回サポッティングしましたし、まあ、春頑張ったじゃないですか、はい、特別にスペシャルマッサージを用意しました、うん、なんか期待していいやつ。いやいや、それ本当にいいやつです。えっ、ティンティンピンピン？トゥ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 じゃないの。まあそれもだからイメージしとってもらっていいですよ。長崎でよりすぐりの美女を用意しました。わっ、おしゃれしちゃっていいの。いや、もうそれは本当にスーツで来てください。え、はい、最初シーツ、シーツ、シーツで、シーツでぐるぐるの中に来てください。え、もうシーツの人はティンティンピンピン。だからティンティンピンピンって何？皆さんもぜひご期待ください。おほー、はい、男性諸君、おほ、行きたかったな。行きたかった。胸がドキドキしてきた。下半身がジギギリしてきた。下半身ダメよ。いらっしゃるか。体中がパキパキしてるんでしょ。そうです。それのマッサージだ。耳がすごいのよ。もうだからじゃあ耳の人を呼ぶ。耳はせん。もうせん。耳はせん。後日。はい。はい、皆さん別途動画よかった。はい、交互期待ということでお願いします。今回はこの辺で、はい、マーク閉めてください。夏には熱中症、うん、気をつけてください。本当本当。水分と、うん、あの塩、アミちゃんのあの塩分のチャージのやつを買って、うん、ビルレのチャンネル登録して、うん、ベルマークも押して、ちゃんと概要欄も飛んで全部読んで。気になるやつはチェックする。チェックする。そう、気になるやつはチェックする。そういうことでよろしくお願いします。よろしくお願いします。行きます。来週、バイチャ。